はい、こんばんは。小室ゆりの夜サプリ、あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、今週も30分間お付き合いください。ここからのお相手は、誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております、男女コミュニケーション心理師、小室ゆりです。よろしくお願いします。この番組はあなたの強みを発見する USP プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺、熊本銘菓いきなり団子七尾庵、 MJ リサーチ総合探偵社、占い癒しところ薬務庵、琉球食系トータルボディケアココア、ゴルファーズプロファイリング提供、沖縄県 FM 宜野湾、神奈川県 FM 大和の2局ネットでお送りしております。先週のことなんですが、6月の23日、沖縄は慰霊の日でしたよね。沖縄にとって特別な日ということは皆さんご承知だと思います。私も沖縄に行かせていただくようになって、やっぱり今まで他人事だった戦争の話っていうのが自分ごとに変わっていったなっていうのは体感としてあるんですね。それこそ一覧研修も行かせていただきましたし、最初は遠足とか修学旅行とか観光でもいいと思うんです。大事なことはそこに行く、そしてまず情報を取ってくるっていうことなんじゃないかなって。で、情報を取りに行った先にもう少し知ってみたいとか、知る必要があるよねっていうお気持ちに変わっていくことが、この戦争時代に生まれていなかった私たちがやっていくべき後世に残す作業なんじゃないかな、なんていうのを今回の慰霊の日とともに感じておりました。ということで、今週もよろしくお願いいたします。男女コミュニケーション心理師、小室ゆりです。今日はサクッとオープニングからコーナー紹介いきますよ。今週お渡しする夜に聞きたいサプリメントは、サプリなお客様。なんとですね、本来であれば毎月4週目なので、妊活一言サプリの市毛真也先生にコーナーを担当していただくんですが、先週開催しました小室ゆりのオンラインサロン、女性のためのセックスエデュケーションコミュニティに市毛真也先生スペシャルゲストとしてご登壇をいただきまして、その内容をギュギュッと小室ゆりディレクターズカットでお聞きいただこうと思います。前編そして後編とオンラインサロンでお伝えしている、お渡ししている内容をそのまままるっとお聞きいただこうと思います。今回はお得な回ですね、はい、楽しみに聞いていてください。そして占い講座が全国で大人気、占い癒しところ薬務庵オーナー萩原薬務先生監修による占いサプリ、今週はテーマお味噌です。お味噌、あの味噌汁の味噌ね、はい、この味噌をテーマに薬務先生に作っていただきました。こちらもご期待ください。番組では皆さんからのメール募集しております。番組への感想リクエストお待ちしておりますよ。メールアドレスは info@friendvillage-c.com、 インフォメーションのインフォ、友達のフレンド、里のビレッジ -c.com です。お送りいただいた方の中から毎月1名様に七尾庵のいきなり団子をプレゼントいたします。メッセージにはご住所、お名前、お電話番号を明記の上送ってくださいね。たくさんの応援メッセージお待ちしております。サプリなお客様。市毛先生に小室ゆりのラジオの月1回コーナーを担当していただいて、もう3年近くになりますかね。そうですね、そうなりますね。その中で今更かいっていうのが、その妊娠バイオリズムが実は商標登録をしっかり取られていて、もうオリジナルの施術だったのにもかかわらず、はい、私も知らなくて、はい、実はですね、妊娠バイオリズムなんていう名前つけてはいますけど、はい、皆さん、ね、普段からご存知で
って分かっていることだったりするんですよ。不妊の原因って何っていうところ。分かってるんですか？みんな分かってる。我々の医療者っていうんですかね、こう医療に従事しているものからすると、まあ、当たり前といえば当たり前なんですけども、例えば妊娠が成立しませんでしたとか、なんか病気になりましたって言った時に、どうしても症状だったり病気からこう入りがちなんですよ。我々医療に携わるものからすると、そもそも基本は何っていう、正常とは何かっていうところから入るんですよ。基本正常。そう、生理周期ってどうやったら生理周期って起きるのって、何が何なのって、はい、なぜできないのか、うん、とかっていうふうに考えていくんですよ。うん、病気の方から考えちゃうと、正常が何かっていうことを見落としてしまって、全然違う方向にこうね、行っちゃうんですよ。病気だったり、症状を良くする、治すっていうところにすごくこう、フォーカスが当たってて、人それぞれある普通とか当たり前とか、そこに戻さないところで終わってしまう感じが今しました。はい、そうなんです。だから、もう本当これ、ぜひね、みんなに聞いてほしいんですけど、ちょっと、妊娠バイオリズムの話から、ずれてるわけではないんですけど、もともとのその話っていうのはそこにあって、はい。いろいろ、何か自分に何かが起きたって言ったときに、いわゆる、思う通りにいかない。うん。ってなったときに、いろいろ調べるじゃないですか。はい。SNS を使ったり、最近、本を使ったり、いろんな話を聞いたり。うん。そして、自分はこうなんじゃないかっていう原因を探す。はい。ことが多いんです。はい。そうじゃないんだよって話。ん？そうなんです。病気の症状から入っていくんじゃなくて、うん。そもそも生理周期って何っていうところをもう一回こう見直すんです。性教育に近い感じがしますね。そういうことなんですよ。日本はその性教育が根本として最初からないから、だから症状と病気から入ってきてしまうんですけど、海外は違う、うん。アメリカもそうだし、スウェーデンなんかは特に有名ですけど、はい、はい。生理周期のことをまず叩き込まれるわけですよね。はい。うん。どういう状態で排卵が起きて、生理はどういうふうにして行われていて、うんうん、ということを、こう、正しい情報っていうのは最初にこう叩き込まれるわけですよね。はい、はい。だから、何か自分に困ったことがあったって言った時に原点にそこに戻るんですよ。日本の場合は、正常がここにあるのにもかかわらず、はい、この病名と症状の自分に近いところをこう探すんですよ。対処しようとする感じ？そうそうそう。他の事例とか、うん、私に近い症状は誰だろう、どこだろう、何だろう。うんうん。そういうことをね、こう探すんですよ。本当は違うのになかなか気づけないところですよね。気づけないし、気づかないし、うん、そういうことを発信し続けているんだけど、なかなかまだ行き届かない。うん。うん、っていうのが今の現代の状態ですね。はい、で、妊娠バイオリズムっていうのは何かっていうのは、まあ、大きくこう3つのことがあるんですけど、はい、まず正しい情報を知ってもらう、カウンセリング。うん、まあ、妊娠率が上がると言われている、まあ、私、鍼灸師なので、その鍼灸による施術。はい。と、あとは、環境。とか、空間。はい、うん。この三つの、どれが欠けてもダメなんですけど、うん、この三つが、うまく、好循環することで、妊娠しやすい、バイオリズムが作られていくよね。うん、うん。というような内容になるんですね。うん。環境って、すっごい大事ですよね。環境は大事です。でも言うじゃないですか。こう、はい、環境は意志よりも硬いって。うん。環境を変えることでいろんなことがもっとこう、はい、好転的に速いスピードで変わっていく気もするんですよ。はい。まあ、これ実際だった話ですけど、テーマパーク、近くにあるテーマパークに行ったんですって。御殿場っていうあの辺あたりは、結構ちょっとホテルがあったりするんですよね。あるある。あるある。はい。ご存知で。はい。まあ、安易な考えで行ったらしくて。うん。そしたらね、どこもこう満室だったんですよ。うん。
でもどうするってなって車中泊したそうなんです。それがきっかけでできたんです。うん、へえ。突発的な環境とかって、うん、僕ね結構大事だと思う。計画性のない環境。計画性がないセックスってことじゃないですか。うん、新婚旅行とかで、まあ、行った先のその夜に僕多分コンコンってしたいぐらい。高校生何聞きに行くんですか、呼ばしに行くんですか。いやいやそれは反対になっちゃうから。あなたたちをマッサージしに来ましたみたいな。ああ、それは体を温めるマッサージですか、それともこう性感高めるマッサージ。あ、そうそうそう、まあ何でもいいんですけど、ね、妊活されてる方の悩みとしてやっぱりその、はい、妊娠できる期間っていうのが女性はもう限られてるわけじゃないですか、はい、1ヶ月の間で排卵日、はい、排卵が来てっていう、うんうん、それがプレッシャーでプレッシャーでしょうがないみたいな男性意見も結構聞くじゃないですか、うん、ものすごく聞きますね。首が痛いんですよから始まったりするんですけど男性、うん、で、うちはレスなんですって言い方はしないんですけど、昔はこんなんじゃなかったのにっていうような態度を取ってくる。こんなんじゃなかったのにってどういう態度なんだ。女性が付き合ってる時ってもっとこうイチャイチャな感じってあるじゃない、イチャイチャ、うん、ラブラブな感じ、うん、じゃないけど、もう、うん、子供が欲しいってなった女性ってここしかないっていう感じが分かってくるから、はい、ここねって、うん、この日ねって、うん、なるわけです、うん、昔そんなこと言いませんってやつ、うんうん、だからそれが男性にとって嫌だとかプレッシャーになったりするっていうことが多く聞くし、うん、まあそれをどうしてそういう風になってるかっていうことを男性も理解しなきゃいけないっていうことも実はあるんですけどね。なんで私を抱いてくれないの？はい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 。って言葉。ああ、私じゃいけないのもちょっと近いですかね。そうそうそう。私じゃダメなのかしらみたいな。うん、言葉のプレッシャーです。なんでそう言われなきゃいけないのっていうところから、うん、結構争いが生じたりとか、うん、それっていう、まあ具体的な話も聞いてます。その時の男性心理ってどんなもんなんでしょうね。俺のせいっていう心理ですよね。うん。それは男性のその心理の中に、うん、女の子も、こう、うん、男性に好まれるような、うん、セックスアピールをする必要や努力があるでしょ、うん、っていうような気持ちも含まれてるんですかね、だと思います。だから、うん、結構ネットでは女性が強いんですって、性欲が強いんですって、うん、いうことで男性が嫌なんだけど、嫌な時に女性がこうグイグイ来るみたいなこと書いてあったりするんだけど、男性からすると仕事で疲れてるんだとか、うん、言い分が結構あって、うん、でそれに対して申し訳ないっていう気持ちから、今度逆に女性にアプローチすると断られる。うん。っていうその、なんだろう。こう連鎖ですよね。なかなかやっぱそこの溝って、簡単には埋まらないですよね。小室さんならどうするんですか？え？私なら？もっと探偵を身近に。安心と信頼の探偵事務所 MJ リサーチ、浮気調査から人探しまでベテラン探偵の高い調査力をあなたに。詳しくは MJ リサーチで検索、または MJ リサーチ公式 YouTube からお願いします。熊本三大名物いきなり団子、さつまいもとあんこの素朴な甘さが愛されている熊本伝統のおやつです。七尾庵では5種類の味が楽しめます。飾らない素朴な味わいをお楽しみください。七尾庵で検索。沖縄初のブランド地鶏、福雪地鶏、8ヶ月の時間をかけ大切に育てています。沖縄の自然の恵みをあなたへ。インターネット検索は福雪地鶏。あなたの生きにくさは変えられます。四柱推命、合同心理学、 USP コンサルティングを合わせたカウンセリング、プロファイラーお二人があなたの生きにくさを解消します。
USP プロファイリングで検索。縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺、境内を覆う大楠と薙の木は恋愛成就と縁結びのパワーを持つと言われ、ご利益を求めて県内外から参拝に訪れておられます。徳川家ゆかりの文化祭の宝庫、静岡県磐田市西光寺。 USP プロファイラーの押谷幸三とゴルファーズプロフェッサーの石渡俊彦がお送りするゴルファーズプロファイリング。この番組はゴルファーに自分らしく一生涯ゴルフを楽しんでいただくためのサポートを目的としたプロファイリング番組です。毎週日曜 AM11 時から FM ギリワンで放送中です。お聞きください。したい時には相手がしたくない、相手がしたい時には自分ができないっていう、はいはい、これね本当どうしたらいいのかなって正直にね僕、去年200ぐらい多分、そうですね、200ちょっとぐらい相談を受けたりとかしてるんですけど、うん、80% ぐらいそれでして。で、結局、結論として、うん、なんで私の、なんで俺の、うん、分かってくれない、うん。だけど、お互い言うんですよ。相手のことを分かってるって。だけど、第三者でこうやって聞いてると、うん、お互いに全然分かってないって。そう、ベクトルがやっぱ、自分に向いてきちゃうね。はいはいはい。っていうところがあって、で、うん、これよく言うんですけど、もう僕の言い方が正しいかどうかっていうか、その、うまく言えないんですけど、うん、が目の前にいるパートナーのことを見た方がいいですよってよく言うんです。はいはい。すごい私もわかります、それ。はい。パートナーはあなたの頭の中にいるパートナーじゃないんですって。うん。勝手に思い描いていってしまって、うん、彼は、彼女は、こういう風に思っているだろうって、うん。その先入観が、すごいズレを生んでってしまうから、うん、コミュニケーションって、本当はどうしたいのって、俺は私はこう思ってるんだけど、それ合ってる？私、こう思ってる、あなたは？っていう、うんうん、この言葉のキャッチボールって、やっぱり必要だなって、うんうん。そうなんです。それ前言ったじゃんってなるとき絶対あるんです、うん、はい。男性はなんでって言ったら生理がないと、うんうんうん、うん、理解はできても体の中で現象として起きてないから、どうしても女性よりは知識はあっても経験が浅いから本当の意味で入ってこないかもしれないんですよ。だから確かに同じことを2回3回聞くことはあるんですよ。うん、だけど理解しようとしてることは認めてほしいし、男性なんていつだってっていう感覚ではないんだよっていうところを分かってほしいっていうところも。そうですよね。なわけあるかいって本当にね。いつでもどこでも立つわけじゃないやいっていう。私の個人的な意見なんですけど、はい、ご夫婦になられたりとかパートナーシップを組んだっていうところからこそ、はい、これ、うん、女性側にお伝えしたいことなんですけど、そこからが、こう、いわゆる女磨きって呼ばれるようなものってあるじゃないですか。はい。そこからが本番だよって思うんですよね。うんうんうん。そこで、で、うん、パートナーシップ組んだ、結婚したから、もうね、法律上とか倫理上では、一応一対一になるじゃないですか。うん。うん、1対1になるからこそもうそこの2人でしかできないんだよ。お相手が男性だったら見た目的なところはこれ不可避だよって思うんです、正直なところで、うんうんうん、パートナーである女性の方から私こういうふうにしたんですって提案を受けたんです、ね、はい。で、まあ、その方もなかなかうまくいかなくて、ある日そのパートナーの彼に一言こう聞いたんですって。うんうん。下着つけてた方がいい？つけてない方がいい？って聞いたらしい。これ僕だったら、あ、結構、え？って思います。するしないのジャッジじゃないですもんね。うん、違うんですよ。それはちょっと私から聞いても、クラッときますね。うん、ね、なんか。素敵な言葉のチョイス。ですよね。うん。その妊活に対しても前向きなんですけど、その目の前にいらっしゃるパートナーとのセックスに対して前向きっていう。そう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 。小室さんだったらどう答えるっておっしゃってたじゃないですか。はい。
まあ月並みかもしれないですけど、やっぱりその今感じている気持ちっていうのを正直に、うん、セックスするしないは一旦横に置いといたとしても、今感じている気持ちを出し合えるスペースっていうのを作ってくださいっていうかもしれないです。あ、まあ、話し合い、対話っていうことなんですけど、はい、それがないとニッチもサッチも前にも進めない気が、うんうん、そのままセックスだけしたら、うんうん、ね、成功するかもしれないけど、それって、はい、ゆくゆくのセックスレスへの入り口にもつながってしまうっていうのは、お二人にとってそれはハッピーなことなのかどうなのかっていうのも視野に入れていかないといけないと思うので、遠慮なく話せる、よく心理的安全性って言うじゃないですか。お互いに心理的安全性を保った上で素直に、でも相手のことももちろん傷つけるつもりじゃない話し合いの場っていうのを作ってもらいたいなって、うん、人間なんか、うん、その生殖行為としての性行為よりも、はい、快楽としての性行為の方がよっぽど長くて回数多いわけじゃないですか。はい、うん、そうであれば、ね、そうですね、うん、人間にしかないことといえば、やっぱ自分を磨いたり相手に対しての気遣いとかができたりとか、うん、やっぱ人を思いやるっていうことは人間にはできるじゃないですか。はい、うん、だから、まあ、そこが、まあ、最初の話に戻りますけど、コミュニケーションを取っていく、うん、踊れ踊れ私の占いサプリ。占い講座が全国で大人気です。占い癒しところ薬務庵オーナー萩原薬務先生監修によるあなたの恋と愛に役立つ週末の占いサプリ。今週も十二星座で占っていきますよ。恋と愛のお味噌編です。手前味噌じゃないですよ。それではセクシーに参ります。お羊座、栄養のあるお味噌汁は朝の毒出しっていうのよね。でも夕べの私とあなた、いろいろな汁出して毒気は抜けているわよね。お牛座、自宅で作って自慢するから手前味噌なんだって。こら、何の自慢をしてるのよ、えっちね。双子座、気に入られようとすることを味噌をこするっていうのよ。私もあなたのいろいろをぬるぬるな味噌でこすってあげたいわ。ガニ座、胃腸の調子が良くなる生味噌は腹の妙薬らしいわ。やっぱり体には生がいいのよね。不思議ね。獅子座、マッサージはセンスが必要ね。あなたは抑えておきたい味噌をよくわかってるのね。ナイスよ。乙女座、沖縄といえば油味噌よね。ご飯が止まらない感じが私とあなたのキッスみたいで相性が抜群ね。天秤座、時々無性に食べたくなるのが味噌カツじゃない。ソースよりもとろーりと濃厚で癖になっちゃう。サソリ座、赤い八丁味噌にカツオの出汁を加えた味噌煮込みうどん、私とどっちがデリアうまいかしら。さ、召し上がれ。いて座、京都で食べたいのが最強漬けよね。白味噌で漬けたお魚のサワラを焼いてよだれが出てきちゃう。
ヤギ座。食い倒れの町大阪なら土手焼きがいいわね。甘辛く濃い味わいがお酒と通天閣によく合うわ。水亀座。もう夏バテし始めちゃってるの？豚の味噌漬けを食べたら疲れが飛んで、今夜もぶっ倒れるまで楽しめそうよ。魚座。自慢げにうぬぼれることをみそけって言うのよ。私にとって相性はあなたが一番。みそけかしら。占い癒しところ薬務庵オーナー萩原薬務先生の鑑定にご興味のある方は、占いタロット薬務漢数字の8に空の雲と検索をしてみてくださいね。今週は1エッチね、いただきました。ありがとうございました。ここまでのお相手は、誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております、あなたのためのパーソナリティ、男女コミュニケーション心理師小室由里と、あなたの強みを発見する USP プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺、熊本銘菓いきなり団子七尾庵、 MJ リサーチ総合探偵社、占い癒しどころ薬務庵、琉球食系トータルボディケアココア、ゴルファーズプロファイリングの提供でお届けいたしました。あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、小室由里の夜サプリ、そろそろエンディングのお時間となりました。毎月1週目はこの先生の登場、 USP プロファイラー押したり構造先生ご担当のあなたの強み発見サプリ。毎月カッティングエッジな情報をお持ちくださる押したり先生、来週はどんな情報を持ってきてくださるのか楽しみにしておきましょう。そしてプロのカウンセラーに24時間電話相談ができます、エキサイトお悩み相談室。こちらはエキサイトお悩み相談、エキサイトお悩み相談で検索をしてください。誰にも言えない悩みを抱えてしまったらこっそりお電話くださいね。最後にあなたにお渡しする夜に聞きたいサプリメント、恋の名言はこちらです。あなたが行き詰まったと感じ、もうその先へ一歩も進めないと思った時、そしてまた人生のすべての目的を見失ったと感じた時、それは実に素晴らしいチャンスです。それはすべてをもう一度やり直し、人生の新しいページをめくる素晴らしいチャンスなのです。スコットランドの作家アイリーン・キャディの名言です。もうダメだ、別れるしかない、そう思った時ほど自分の今までの行動を振り返って、新たな謝罪とそしてこれまでの感謝を伝えること、それがもう一度関係構築ができるチャンスなのではないかなと思います。来週もあなたが元気になれる夜サプリ用意して待っています。忘れずに取りに来てくださいね。私から